スモレンスク戦争は、ポーランド・リトアニア共和国と、ロシア・ツァーリ国の間で戦われた戦争。交戦は1632年10月、ポーランド・リトアニア共和国に、スモレンスクを奪われたロシアが奪還しようとしたことが、原因だった。小規模な軍事衝突により両国は、混戦状態に陥ったが、1634年2月のポリアノフカ条約の締結に従って、 ロシア軍の主要部隊は降伏した。ロシアはさらに20年間、ポーランドリトアニアによるスモレンスク支配を認めていなければならなくなった。1632年、ポーランドリトアニア共和国の国王ジグムント3世、バザが死んだ。連合共和国の貴族階級はすぐに、ジグムントの長男ブワディスワフ4世バザを新国王に選出したが、近隣諸国は、 共和国の弱体化の程度を調べるためにも、国王自由選挙の選出過程が長期化することを期待していた。スウェーデン王グスタフ2世やドルフは、モスクワロシアとオスマン帝国に施設を派遣し、共和国を仮想敵国とする軍事同盟の結成を打診した。共和国は戦争の準備ができていなかった。国王常備軍は3000人ほどの規模であった。 スモレンスク守備隊は500人の精鋭からなり、国境地帯の守備兵の大半は、職業軍人でも、傭兵でもない、100人から200人程度の地元の勇士たちであった。ロシアが戦争の準備をしていることに気づき、共和国議会は1632年の春に、4500名の兵士を雇い入れた。1632年の夏頃までに、 スモレンスク県の副知事だったサムエル・ドルツキ・ソコリンスキは、総動員令による500人の地元志願兵、及び2500人の常備軍とコサックをかき集めることができた。5月、セナトは、軍隊規模の拡大を承認したが、リトアニア大へ、トマンのレフ・サピエ派はこれに反対し、軍は、現在の規模ですでに十分であるし、おそらく戦争は起きないだろうと発言した。しかし、 リトアニアや戦へ、トマンのクシシトフラジビーは兵士を2000人増加させた。ロシアは大動乱における後輩からある程度回復しており、共和国は戦況が死ぬと一時的に弱体化するだろうと予想していて、オスマン帝国やスウェーデンの出方を見ることなく単独出兵した。ロシアの狙いは1618年に ロシア・ポーランド戦争の急戦条約であるデウリの条約によって共和国へ活動していたスモレンスクの支配権を回復することだった。当時スモレンスクはスモレンスク県の県庁所在地になっていたが、ロシアとポーランドリトアニアにとっては長年の軽争地帯であり、15世紀から17世紀まで何度も奪い合いが続いていた。この戦争の主相者は、 サーリのジップフィラレート総主教であり、総主教は、旧帝内の反ポーランド派閥の指導者だった。ゼムスキー、ソボルは、対ポーランド復讐と、湿地回復を鼓舞し、これを受けて、ロシア軍は西へと進軍した。1634年のスモレンスクにおける、ブワディスワフ4世のロシアに対する勝利を検証する、メダルロシア軍は1632年10月初旬に、 リトアニア国境を突破した。同軍の準備は万全で、司令官には1609年から1611年のスモレンスク包位で、ポーランド人から同志を防衛したミハイル・シェインが任じられていた。ロシア軍はいくつかの町と城を陥落させ、歴史的都市ドロゴブージを占領した1632年10月28日、シェインはスモレンスク包囲に取り掛かった。 ロシア軍の規模は2万5000から3万、3万4500などと見積もられており、160の大砲を持ち込んでいた。以前と比べると、ロシア軍はかなり近代化されていた。マスケット銃を装備した不評隊という伝統的な軍隊組織に飽き足らず、ロシア人たちは装備を最新式にし、西ヨーロッパモデルの常備軍、竜騎兵、黒騎兵などに編成した軍隊を率いる。 外国人の指揮官に期待していた。シェインの軍隊には、西欧化された1万4000から1万7000人の兵で構成される8つの連隊が含まれていた。一方、スモレンスクにおけるポーランドリトアニア共和国の軍隊は、スモレンスク県知事アレクサンデル・コルビン・ゴシェフスキの率いるスモレンスク守備隊であり、総動員令によって召集された。 地元貴族からなる1500人の強兵によって援護されていた。都市の要塞はイタリア式の捕留に改良されたばかりだった。シェインは城塞を包囲して都市の出入りを遮断した。トンネルと行動を利用してロシア軍は私壁と死壁に備え付けられた等の一つの連絡を切断した。大半が西ヨーロッパ製であるロシアの大型大砲は 1632年12月にスモレンスクに到着し、翌年3月に銃が届いた。予備の大砲による攻撃の後、シェインは直接攻撃を命じたが、ポーランドの守備兵に撃退された。ところが包囲は続いて、スモレンスク要塞は破壊が進み、守備隊側は大量の死傷者と補給物資の不足に苦しんだ。1633年6月までに、 一部の兵士は、脱走を始め、残った兵士たちも幸福について、論じるようになった。しかし、副知事、サムエル・ドルツキ・ソコリンスキの指揮下にある町は1633年を、通じて持ちこたえ、一方で、共和国では、新オーブ・ワディスワフ4世が救援のための軍勢を、組織していた。政務は1632年10月30日に、ロシア軍侵入の法を聞き、 11月には救出の見込みについて議論を始めた。結論を出すのは1633年の春まで遅れたが、政務は公式に戦線布告と軍隊を編成するのに必要な戦費の拠出を認可した。編成された援軍はおよそ2万1500人の大軍であり、有力表騎兵24機、コサック騎兵と呼ばれる軽騎兵27機、黒騎兵10中隊。 リトアニア連隊7隊、隆気兵7大隊、不評隊20隊で構成されていた。1万人を超える不評隊は、それまでの共和国では滅多に見られなかった、西欧式に組織された新型軍隊だった。ミハイルシェインの降伏一方、リトアニア野戦へ、トマンのクシシトフラジビウトスモレンスク県知事のゴシェフスキは、オルシャからバユフ、クラシネと移動して、 スモレンスクから30キロの地点に野営地を置いた。彼らは1633年2月までに2000人の不評を含む4500人の兵士をかき集め、ロシア軍の包囲戦術を背後から叩くことにした。ヘトマンのラジビュー港は何度かロシア軍の戦列を突破し、兵士1000人と補給物資を送り込んで要塞を強化し、要塞内の指揮回復に成功した。 1633年の夏までに国王自身に率いられた2万5000に上るポーランドリトアニア共和国の解放軍はスモレンスク郊外にいたり1633年8月17日にはオルシャに到着した1万4000の解放軍の主力部隊は9月初旬にスモレンスクへの進軍を始めた一方補充されたロシア軍は総力2万5000となった 一万人から二万人を数えたというティモフィー。オレンダイコ率いるコサックの援軍は9月17日に到着し、共和国軍は数の上で優勢に立った。オレンダイコとマルチン・カザノフスキに率いられた。コサック軍はロシア軍の戦列を突破し、ラジビウとゴシェフスキ機関の共和国軍による包囲を崩すための攻撃に加勢した。ブワディスワフ4世の弟ヤン・カジミエシュが、 連帯の一つを指揮しており、また、王官領野戦へ、トマンのマルチン・カザノフスキも参加していた。共和国軍の近代化の立役者だった、ブワディスワフ4世は、有能な戦略家としての才能を示し、彼の発案だった大砲の導入と要塞の、西王家は、共和国軍に戦勝をもたらすことになった。国王は、ひなわ銃を、マスケット銃に変え、 これを共和国軍に浸透させたことも有効に作用した。有力表記兵を含む共和国の騎兵軍はロシア軍を追い詰めて残壕から出られないようにした。激しい戦闘の中で共和国軍はだんだんとロシア軍の陣地を荒廃させ、包囲は9月下旬には最終段階を迎えた。1633年9月28日、共和国軍は ロシア軍の主要な補給物資の管理地点を奪い取り、10月4日までに包囲は崩れた。シェインの軍隊は主要な野営地に撤退したが、逆効果となって、野営地は10月中旬に、共和国軍によって包囲された。ロシア軍は、援軍の到着を待ったが、誰も彼らを助けには来ず、共和国軍とコサック軍の騎兵が、ロシア軍を後方から攻めて総崩れにするために送り込まれた。 一部の歴史家は、ロシア軍のキャンプ内で、意見の食い違いと、内部対立が生じていたため、有効な応戦を展開できなかったと指摘している。さらに、ロシアでは、この時期、クリミアタタールが、南部国境地域に攻め込み、同地域から来ていた多くの兵士とボヤーレが故郷を防衛すべく、ロシア軍のキャンプから脱走した。また一部の傭兵も脱走して、共和国軍に加わった。 シェインは1634年1月に降伏のための交渉を始め、2月までに交渉は完了した。1634年2月25日にロシア側は降伏文書にサインし、3月1日にキャンプを撤収した。降伏文書によれば、ロシア軍は大砲の大半を残して撤退するよう取り決められたが、国王部ワディスワフ4世の戦勝式典の後で、 軍旗を持ち帰ることを許された。また彼らは今後3ヶ月の間共和国軍と交戦しないことも約束させられた。文書調印の時点ではシェインの軍隊はおよそ1万2000人いたが、うち4000人が離反して共和国に従った。スモレンスク県の他のいくつかの都市も小規模な戦闘の舞台となった。ロシア軍は優勢に立っていた1632年に、 いくつかの重要な地点を占領したものの、主力軍と大砲のスモレンスクへの到着が遅れてしまい、結果として彼らは包囲とその後の戦闘を勝ち抜くのに必要な余力を失ってしまったと考えられている。1633年7月、ロシア軍はポラツク、ビエリシュ、ウシブヤとオジェジュシチェの街を占拠した。ポラックは特に都市と要塞の一部を奪ったロシア軍に、 とって激しい戦闘の舞台になった。しかし、ビチプスクとムシチスラウエの共和国軍の攻撃には守備よく撃退することができた。ポーランド軍はプティブリを包囲したが、同盟者であるコサックの離脱によって失敗に終わった。1633年秋、共和国軍は前年にロシア軍が占領してから物資補給ポイントとして重視していたドロモブージュを奪回した。 この脱海事件は、この年から、シェインの軍隊に補給を行うというロシア側の計画を頓挫させたが、そもそも、ロシアは1634年1月までに、補給計画遂行のために必要な強兵5000人を集めることができなかった。また同年の秋には、王官領大へ、トマンのスタニスワフコニエツポルスキが共和国の南部国境で、オスマン帝国の侵略軍を破り、 ロシアの都市、セフスクを包囲していた。コニエツポルスキはこの街の要塞を落とせなかったが、この地域のロシア側の部隊を縛り付け、北方のスモレンスクにいるロシア軍と合流するのを妨げた。スモレンスクを1634年春に解放すると、共和国軍は米類に向かい、3月下旬までに同市の郊外に到着した。米類占領の試みは失敗に終わったが、 共和国軍は、ブヤ島を奪うことができた。スモレンスク要塞の解放後に、スモレンスク郊外に立つ、馬上のブワリスワフ4世、ヤンマテイコが、第二次世界大戦期に、消失1634年の春までに、ロシアは、シェインの率いる軍隊が敗北しただけでなく、タタールに、南部国境から攻め込まれることになった。フィラレート総主教は、前年に没死しており、 彼の死によって戦争への熱意は薄れた。1633年の年末には、ツァーリ・ミハイルは紛争をどのように終わらせるかを考えるようになっていた。ブワディスワフ4世は、かつてロシアのツァーリに選出されたことがあり、現在もツァーリーへの要求を続けていたため、戦争継続を望んでいた。一方で、ポーランドスウェーデン間のアルトマルクの和議が執行する寸前であり、 ロシア人と同盟して、スウェーデンに攻め込むという考えも出された。しかし、最高権力機関である政務はこれ以上の紛争を望まなかった。プーツク市教、スタニスワフ・ーベンスキは、チェインの降伏の2週間後に記している。私たちの望みはこれまでの国境を維持すること、健康と福利を保障することである。両国は戦争の継続を望まなかったために交渉を始め、 休戦協定ではなく、高級和平を結ぼうと考えた。1634年4月30日に和議が開かれ、5月には、ポリアノフカ条約が調印されて、戦争は終結した。条約は、領土の現状維持を確定し、ロシアが巨額の戦争賠償を支払い、その代わりに、ブワディスワフワツアーリ称号を放棄して、ロシアのレガリアをモスクワに返還した。ロシアにとっては、 競争中だった国境地帯に対する要求を取り下げることよりも、ブワディスワフのザーリーへの権利放棄の方が、はるかに重要な問題だったと考えられる。ミハイルの正当性が完全に認められ、国内の安定に大きく寄与したからである。軍事的には敗北したものの、ロシアは外交上の勝利を得た。交戦した両国はどちらも西欧をモデルにした、戦術、部隊編成。 装備を導入したが、こうした面での革新度はロシアより、ポーランドリトアニアの方が進んでいた。しかし、ロシアの主な敗因は、スモレンスクに大砲を持ち込むのが遅れたこと、ポーランドの騎兵隊によって、物資補給ルートが立たれてしまったことであった。それでも、スケープゴートが必要とされた。ミハイル・シェインは、副司令官のアルテミー・イズマイロフとその息子、 バシーリーと共に反逆罪で告発され、1634年4月28日に、モスクワで処刑された。戦後、ブワディスワフは、ロシアに、国境付近の町セルペースクを譲渡して、ツァーリに反スウェーデン軍事同盟に加わるよう、要請した。しかしシュトゥムスカビエ氏の和議の締結後、政務は、スウェーデンとの交戦を嫌い、国王の戦争計画に反対して、 これを背景に追い込んだ。この同盟に何の利益も見出せないロシアは同盟締結に消極的でポーランドに同盟を提案することはなかった。1634年、共和国はトルコ軍に最終的な勝利を収め、ポーランドオスマン戦争を終わらせた。この戦争はポリアノフカ条約とともに17世紀初頭からほぼ絶え間、 なく続いてきた近隣諸国との戦争に終止符を打った。ありがとうございます。